はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回は、バトルネットワークロックマンエグゼ2に挑戦というか、これが収録されている、ロックマンエグゼアドバンスドコレクションのね、方から、ロックマンエグゼ2をねプレイしようと思います。ということでこちら、はい、で2をプレイですが、バスターマックスオンですね。ロックバスターの、攻撃力強化モード、これで始めようと思います。はい、はい、ということでね、デモとかないよね綺麗ですね。はい、綺麗です。ついにの研究が最終に入りました。ずいぶん時間かかったな。申し訳せん。ふん、遅れだ。罰はあ、ともかく実行せよ。では我々 WWW と同じ世界征服、愚か者 WWW ごとき甘い我がをするな。プロジェ開始せよ。はあ、というなんかよくわかんないけどはい、秋原小学校終了式の朝。はい、ネット君今日は間に合ったね。ということで前作をねもうプレイ1時間ぐらいでやったんで、今回もね約1時間やっていくんですが、まあ前作で分かった通りあんま早く進まないよねバトルも結局ロックバスターが強力だからさっさとこうやっつけることはできるんだけど、やっぱエンカウントで高いし、なるほどね、いろいろ教えてくれるのね。いやー、物騒な世の中ですね。これはどうやったら先に行けるのかな。まあまあ、インターネットしようぜってすごいね。そうか、彼に話しかけるとだったのか、みんなかどうかわかんないけど、一応ね。今の絵は何なんでしょうか。やっぱキャラクター的にはそのスネオ部分をこう女の子にしたようなイメージでいいのかな。男女をこう共通化したような。いきなり外出ちゃうか。いや、やばいよね、これ、やばいよ。家族構成知ってんのやばいって。
や、忘れてるのか思い出さないのか。まあいいや、ちょっと一回部屋に戻って、宿題のプログラムここでやるのはすごいよね。そっか、宿題でチュートリアルにしたのか今回は。バスターじゃないの？ロックバスターやっぱ強いな。B ボタンを押して倒しちゃったらダメなのか倒しちゃったらダメなのかこれ倒しちゃダメなのかこれ倒しちゃダメなのかよくできたんだ。まあまあまあ、ありえない。本当は多分ロックバスター弱くて倒せ、絶対倒せないんだろうな、多分。わかんないけど、前作のさ、中止、あの、駅ってどこだっけ？あれ、どっから行くんだっけ？
あ、これか。どこにどうすりゃいいんだ。あ、ネットの中か。あ、そういうことか。あんまちゃんと把握してなかった。全然もう2の記憶ないな2の記憶ないな。あ、やべえ、彼らの話聞かなかったな。まあいいや。インターネットの世界へ行くと、インターネットはここから世界につながっています。ビバインターネットなのです。そっか、2こんな始まりだったっけ。犯罪がまた増えてきたので、インターネットの中で自由に行けないところがあります。例えば個人の端末にはその持ち主にパスコードをもらわないと行くことができません。この先みたいに誰かが行けなくしているところもあります。ほう、なるほどね。謎のセキュリティキューブ。メールを届けに行く途中なのですが、この看板見たら買い物 していきたくなりますか。まあいいや。知ってますが、 HP はバトルが終わった時のそのままなのです。バトル中にリカバリーを使ったり、バトルの合間にサブチップを使って回復しておくと安心です。 HP は画面の左上に表示されていつも見れます。今僕が回復しておいてあげますね。はい、いや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 。バスティングレベルはどれだけうまくウイルスを倒したかを表します。いや、そうじゃないって、そうじゃない気がしてるんだけど、なんかそういう戦い方したくなるんだよな。うん、あー、これ分かりにくいんだよな。マップがね、結構過去の経験上6万エグゼのマップは分かりにくいっていうことは、なんかなかなかこう状況把握しにくいんですよ。あれ、これはこれ以上いけない？あ、いけたいけた。よし。これが、なるほどね。さて。
サーバーからプラグインしてくるとここに出てきます。あなたは今それ以外の場所からプラグインしてきたでしょう。あ、そういうことか。これは賑やかなところですね。ウイルスだって出ないし、これはいいや。あ、そういうこと。休みの日には子供がいっぱい来るってことか。市民ネットバトラーを募集する第一段階として、ただいまサブライセンスの試験をやっています。あなたも受けてみませんか。サブライセンス、ライセンスの本試験を受けることができます。本試験に受かると市民ネットバトラーとして認められたことになります。そしたら一般のナビでは行けないインターネットのいろんなエリアに行けたり、他にもいろいろいいことがあります。さあ、まずはサブライセンスから始めましょう。行きます。なかなかすごいな。え、こっちじゃないの？こっちが。え、ちょっとそういうこと？勇気と希望ね。勇気と希望。ここにはないっていう言い方やり方はな。お、これか。よし。あ、間違えた。 B ボタンじゃ A ボタンだった。ロックバスター撃ってた。何気なくロックバスター撃ってた。なるほどね。こうか。さて、もう一個のチップがどこにあるか。お？探せや。
やべ、マップの、マップをいまいち今把握できてない、やばい。やばい、回復しないと。違う、話しかけよう、話しかけよう、せめて。HP メモリーを買うか。はい。はいはい。はいはいはい。ここにあるのね。ここにあると言われてもな。間違えた。なんかね、やっぱりこうロックバスターが強くなってると、こう謎解きに集中できるっていうところはメリットかもしれないですね、うん、いやこれからあとまだモリモリといっぱいやらなきゃいけないので、ここの段階でいろいろもう結論じみたこと言っても、あ、間違えちゃった。どっちからどっちに行ってんだっけ今。これスタート地点か。でこれで右行って。違いすぎだろう。うん、まあいいや。あった。あれどっから行くんだっけ。あんま関係なかった。いやー、やっぱりね、昔から思ってる印象まんまだな。やっぱりこう立体感のあるマップなんだけど、結構こう不思議の絵っぽいところもあるから、場所の把握がいまいちしにくいんですよ、僕の中では。
れこんな方向に行ってよかったっけ、これ戻ってる、もしかして、あ、こっちか、違う、あれこっちじゃねえ、どっちだ、普通にやっても勝てる。あれ？さっきこっち側行ってここから戻ってきたんだよね。あ、おお、偶然。あれこっちに行くとどうだったっけ、これで終わりだっけ、あれこう行ってさっき戻進めなかったんだ、あーそっかそっか、まあいいや、え違う違う、エスケープじゃねえや、まあそ、あそっか、エスケープチップもあるのか。いいって感じだけど、あれどっちだ、こっちじゃないのか、上に行く方法は、なんだろうな、 L スティックだとなんか2マス移動しちゃうな、この辺はやっぱ十字ボタン、あ、じゃあ方向キーか、スイッチだと方向キーの方がいいのかな、ん、こんなだったっけ、こんなだったっけ、そっか、マップの把握がな、やっぱりこう苦手なんだな、間違えた、間違えた、あれあれ、ここじゃないよな、ここじゃないよな、あれ全然思い出せてない。なんか戻って、同じとこやって、同じとこうろうろしてるよね。あれ？ふぅ。バトルオフとかできないのかな。絶対バトルオフやりたいよね、こうストーリーメインに楽しみたいもんね。でもやっぱ開発者的には絶対このバトルをガンガンやってほしいって思うのかな。そうだね。ここなんだっけ、ここも一個戻る、あ、ここか、あれあ、全然今マップの把握ができてない、え、ちょっと待って、これ右行くでしょ、右行って、
地図を読めない男になってしまいましたいやいやいや、あれどっちだっけな。いや毎回ね、ロックマンエグゼあるあるなんですよ、この状態。どっち行くと進んで、どこ行くと戻ってるかとか全然わかんないんですよね。あ、ちげえ。やばいなこれ。ロックマン一作目のやつは一応シナリオ的には2日分ぐらいだから、2日分っていうか第2話まで終わったような感じだったんだけど、今回はこれ1話も終わるかちょっと微妙な微妙な感じがしてきた。いやー、やっぱこのマップなかなかこう難しいな。マップ認識力が弱いよね。あいつがいてよかったんだっけ。よし、回復したし、回復したし、あれこうでしょ。でこれ左へ。あれ？これか？あ、これだ。これが入り口じゃなかった。あれってこれこっちはいい。こっちはいいんだ。こっちか。よし。あれ？こっちでよかったっけ？あ、そうそう、ここだ、こいつだ2つ持ってきましたね、すごいですね。では約束通りサブライセンスをあげましょう。ロックマンはサブライセンスをゲットした。それを持っているとライセンス試験の案内がオフィシャルセンターから来ます。頑張って今度はライセンスをゲットしてください。あ、ただいま限定プレゼント中のこれをあげましょう。インストールプログラムをペットに入れて使えるようにすることもお任せください。ペットに入れレギュラーチップシステムがインストールされた。なんだそれ。ちょっとどうしようかな。まあいいや。レギュラーチップというのはカスタム画面で毎回出てきてくれるバトルチップのことよ。野球とかでいつも出る選手をレギュラーっていうでしょう。それと同じ意味かな。やり方はチップホルダー画面でレギュラーにしたいチップにカーソル合わせて ZL、ZR。これで赤い枠がついたら OK。ZL、ZR 使うんだ。あれ、前作も使ってたっけ ?LR じゃないんだ。大きすぎるバトルチップはレギュラーチップにはできません、ね。レギュラーにできる容量はホルダーの編集画面の一番上に書いてあるが、それぞれのチップの右に書いてある容量がそれより小さいので選んでね。あと容量はレギュラーアップというアイテムで増やしているから頑張って集めてみて。そんなに長くなかったということで、でそうじゃなくて、あれ、そういえばキーアイテムじゃないや、チップホルダー、ちょっと待って、そういえばあれ、あ、いいや、こっちの画面はいいや今のはなかったことに
ということで、そうか、今なんか連絡が、あ、なんかいる。なんかのサブレースをゲットできたで、ガッツ。デカオ様やりましたで、ガッツ。私たちもサブライセンスゲットできたんだよ。また一緒にウイルスバスティングしようね。で、で、なんだっけ。今日は適当に帰ろうぜ。じゃあ帰るか。あれ違う、帰るか。この時間から頑張ったら、二つ目のシナリオまでいけんのかな。オート電話みたい。誰かな。あ、ヤイトちゃんのナビのグライドさんだ。どうしたんですか、そんなに慌てて。大変なんです。ヤイト様が、ヤイトがどうかしたのか。風呂に入ったまま出てこないのです。のんびりしてるだけじゃないの。そんなことはありません。ヤイト様は風呂、すぐ風呂にのぼせるのです。それにお風呂のガス湯沸かし器の調子もおかしいようで、私心配なんです。ね、バグですか、それとも。詳しいことはまだわからないのです。でも、ガス湯沸かし器の警報音が鳴っています。私は戻ってガス湯沸かし器のプログラムを調べています。メツさん、ヤイト様にを、助けに来てください。よーし、ヤイトのところはどこだ。そう、お母さんということで、はい、ヤイトってどこだっけ。ヤイトの家ってどこ。あ、これか。とにかく言ってる暇はね、いいか、お前ら。今から俺が家の中に突入する。お前らはここで待機だ。大丈夫、みんなで行った方がいいんじゃない。ダメだ、中の様子がわからねえんだ。みんなで行動するのは帰って危険だ。彼が行くのがもうなんかね、あれだよね、フラグだよ。安心しろ、このデカオ様は必ず5分以内に戻ってくる。そんな機能はあるんだ。まあ、言ってみればあれだよな、スマホのアプリみたいな概念だよね。言ってみれば、まだちょっと早かったのかもね、概念的に。妖怪ウォッチとかの時代だともうスマホだもんね、基本は。これちょっと、例えばガス湯沸かし器に、でも何でもこうネットにつながってるみたいな発想っていうのは、確かに作品的には、な、子供向けの作品的には新しいのかな、この時代だと。学生の時にもう90年代半ばでもね、なんかもう冷蔵庫でも何でもインターネットにつながるって言ってた時代だったから、まあそういう概念っていうのはまああってもおかしくないんだけど、ちょっと子供向けにこの2001年2002年ぐらいかあったのはやっぱ早かったかもしれないな。ちゃんと読んでなかった。大丈夫かな、行ってみよう。これは飛ばされた。
あれ？あ、そういうことか。あれ？やっぱ難しいんだよな、この感覚的に。斜めだからさ、ちょっとこう、やっぱりちょっとこのどのぐらいのタイミングで行けばいいかっていうズレがさ、よし、違う違う、これはもう行っていいよ。あ、間違えた。あ、違う違う違う、これ携帯画面だったら、今か、今携帯画面でやったら見えないかもしれない、いけないかもしれない。あ、間違えた間違えた。いや、テレビ様々ですね。あれ、吹き出させていいのか。ヤイト様の友達の人のナミさんですか。はい、そこの換気扇のプログラムにエラーが出ています。これを直せばお風呂の外の換気扇が動きます。あんたならできます。さあ、お、ロックマさん来てくれたんですね。この先電脳ガスの吹き出しが激しくて、私では近づけないのです。ヤイチ様を救ってください。どうして近づけないんだ。ちょっと飛ばされたらどうなるの。あ、ここか。これ、そうか、ここなのね。はい、飛ばされた。で、ここに戻ってくる。で、やばい、2番に行けない。まま終わってしまう。やべえ、なるほど、この2つを超えないとここに来て戻されちゃうってことか。なるほどね。はい、お姉ちゃんからおめでとうって来たけど連絡しなかったの。ちょっと待って、今撮ってる。あ、ごめんね、仕事中。はい、
なんで1回、あれ1回目だけうまくいったな。いやー見にくいんだよなーこの斜めラインはな。あ、そうか、そっちに行く。え、そっちどうやって行くのこれ。あ、行けんのかこれ。どうやって行くのあれ。あ、地下、あそこに行くのか。え、あそこどうやって行くの。え、ちょっと待って、向こうって行く方法あれ、めんどくさい。でどうやって行くんだ。あ、行けないよね、あっちに。あれ？やべ、ここどうやって行くんだ、これ。あれあれ、やばいな、ここで終わっちゃうぞ。このままだとここで終わっちゃうぞ、これ。おお、やばいな、ここで終わっちゃうよ、これ。あ、ここじゃない、ここもうどうしても見間違えちゃう。あ、うわ、いまいち判断がつかないんだよな、視覚的に。おかしいな。ニアまでは行きたかったんだけどな。ここで終わっちゃうと全然、多分普通にプレイしてる人とあんまスピード変わんなくなっちゃうよね、これ。ここはいいんだよ。ここから向こう行けないでしょ。あれ？いやいや、ああ。どうやればいいんだ？
間違えちゃったあいつを A ボタンでチップで倒して他を B ボタンで行こうとしたのに逆になってしまった。あれここあこれかそういうことかこれかこういうことかおかしいと思ったんだよな。あれこっからどうやってあれ走り抜けんだろうって思ったけどそりゃそうだ危ねえ危ねえ。ということでこれでどうやら 1個目はクリアできそうだな。なんか話したっけ。あ、そういうことか。センスか、そんな話してたっけ。確かに確かに。いや別にセンスじゃなくても仰げるような気がするんだけど。大丈夫かな、なんか高級な扇子だったらちょっと水分吸ったりして良くないんじゃないかなっていう気がしないことも。これはどうすりゃいいんだ。あっちに。また ややこしい迷路だな、これは。ややこしやだな。ややこしやだな。あ、間違えた。よし。ギリギリ1最初の日はクリアできそうだな。これでガス会社のなんでガス会社のくせにこんなことをするんだよ。会社なんて関係ないやつはもっと大きな目的があるのさ。八重の恨みでもあるのかよ。ないさ、金持ちの子なら誰でもよかったのさ。そうしておけば次に金を出さなきゃお前の子供がガスで死ぬぜって脅した親どもから1億銭でも2億銭でも踏んだくれるってものさって、なんかすげえ物騒だな。なかなか奇抜だよね、言ってる内容が。なんか律儀に守ったりして、律儀に守るのはここまで。
あ、やべ、回復全部すんの忘れてた。なかなか物騒だな、全体的に物騒だな、この辺。ん？さっきと変わった？文章が。埃で詰まってしまっている。結局見れないのね。なんだっけ、これか。さっきの彼は大丈夫なの？あれ？これはどういう、これ寝たり、ちょっと待って、爆発はどうなったっけ、これ。でも時間的にもう1時間なんだよな。これはあれかな、あの次の話に行った時に開いてる感じかな。じゃあちょっと寝てしまって、ここで終わりにしようか。ちょっと日にちが飛ぶのか。
まあここで終わりかな。はい。ということでね、ロックマンエグゼは結構進めたんだけど、ロックマンエグゼ2はなんか途中のマップ迷っちゃったんでこんな感じでした。はい。で続いて次はね、ロックマンエグゼ3に行こうと思いますが、はい、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。